鉛筆と消しゴムと鉛筆、削り色鉛筆赤青鉛筆鉛筆とは、筆記具、文房具の一種。顔料を細長く固めた芯を軸で挟んで持ち、安くしたものである。紙に筆記するために使われる。鉛筆の片側の末端部分を削って露出させた芯を紙に滑らせると、紙との摩擦で芯が細かい粒子になり、紙に、顔料の軌跡を残すことで筆記される。 鉛筆は、明治初期の日本では、機筆などとも呼んだが、後に、鉛筆と呼ばれるようになった。一説に、リードペンシルからの訳語であるという。英語の、ペンシルの語源は、ラテン語で、を意味する、ペニスに、縮小時のついた形、ペニシラスであり、小さな、お、画筆などの意味がある。ローマ時代には、画筆などを刺すのに使われたものが、 中世フランス語経由で英語になったものである。なお、フランス語のパンソーは現在でも画質を意味する。ペンを意味する。ペンはラテン語のペンナに由来する。この類似は偶然であり、語源上のつながりはない。日本語で鉛筆という場合、機械式の鉛筆であるシャープペンシルは含まない。対して英語でペンシルという場合、 黒鉛を芯とする筆記具の総称として、機械式の鉛筆である、シャープペンシルを含むことがある。なお、鉛筆という名称や、鉛筆の芯の材料の、黒鉛の物質名から、鉛筆には、鉛が使われていると信じている者がいるが、誤りである。鉛筆が使われるようになった初期の頃はまだ、科学知識が未熟であり、黒鉛は、鉛の一種だと考えられていた。 シャープペンシルの芯を英語で、リード、鉛筆のことをドイツ語で、ブライスティフト、はたまた、日本語で、鉛筆と呼ぶのはこの名残である。18世紀末から19世紀初めにかけて、ようやく黒鉛が炭素からなる物質で鉛を含まないということが解明された。黒鉛は炭素の結晶であり、近代以降の黒鉛鉛筆の芯に重金属は用いられていない。 鉛筆は筆記、書写、描画、製図などに幅広く使用される。通常の鉛筆の筆跡は消しゴムを用いれば消すことができ、そのため公的な書類などには用いることができない場合も多い。その筆跡は保管状況によっては数年経つと輪郭がぼやけ、かすれたような感じになる。これは鉛筆の真の主成分である炭素が顔料であり、 紙の表面に付着するだけで中まで染み込まないことに由来する。特に色の濃い鉛筆の芯ほどすれやすい。これを防ぐには表面を引きサチーフのような透明塗料で多い炭素の粒子を固定する必要がある。反面、鉛筆の筆跡はインクのように経年変化によって色が変化したり消えたりすることはない。 また水分によって筆跡がにじまないため公開日誌の記述に用いられてきた。消去防止や湿式の複製を目的とした特殊な鉛筆として水溶性色素を含んだインデリブルインク鉛筆やコピー鉛筆と呼ばれるものもあるが現代では稀な存在となっている。書き味の柔らかさや太さから美術のデッサンや鉛筆画などにもよく用いられる。各種の顔料を 油成分で固めて、芯とした色鉛筆も、ジムから美術用に幅広く用いられる。これは黒以外も様々な色の線を描くための鉛筆であり、その筆跡は、通常の鉛筆に比べて消しにくい。なお、消しゴムで消すことのできる製品もある。色鉛筆の中でも、特に赤鉛筆は、現行の構成や、試験答案などの採点にしばしば用いられる。また、 光学カメラを用いる印刷の原稿を作る際には青鉛筆が用いられる。赤鉛筆と青鉛筆を棒磁石のように合体させた赤青鉛筆と呼ばれる一方が赤色、もう一方が青色の鉛筆も販売されている。水彩色鉛筆のように絵画用に特化しているものもある。これは顔料を水溶性の溶媒で練り上げた芯を用いた。 色鉛筆で描いた後、水を含ませた筆でなぞると水彩画のような風合いになる。また、芯を固形水彩絵の具のように使用することも可能である。油脂分を増した軟質色鉛筆は筆記可能な対象材質が幅広いのが特徴で、産業用固形マーカーやリトグラフ用描画材としても使われる。その他の美術用鉛筆には、 パステル芯を用いたパステル鉛筆や、キタンプ粉を固めた芯を用いた、チャコールペンシル。コンテ同様に、カーボンブラックやサンギュイン、セピアや白色顔料などを固めた芯を用いた、スケッチングペンシル。これらの水溶性のものなどがある。黒鉛鉛筆は、主原料の臨場黒鉛に由来して筆跡が、金属光沢を帯びる特徴が好まれるが、一方、 色鉛筆などの黒色に主に用いられるカーボンブラックは金属光沢が少なく黒みがより強い特徴がある近年はシャープペンシルの普及によって鉛筆の筆記用としての需要は減少しているしかし大学入試などではマークシートの読み取りミス防止のためにマークシートへの記入は鉛筆に限定されることが多くマークシート読み取り機メーカーも 鉛筆で書くことを推奨している。他にも、手書きで楽譜を書く時など、一つのペン先で太さの違う線が書けると便利な時などには、あえて鉛筆が選択されることもある。また、正しい筆記具の持ち方を指導するために、シャープペンシルを禁止している小学校がある。なお、眉などを描くための化粧用のものとして、化粧用鉛筆がある。 鉛筆は一本単位で売られているほか、一ダース単位でも販売されている。製図用や工事用のような特殊なものもある。黒の単色のみで濃淡一組でセットとなっているものや、数色から数十色の色鉛筆がセットになっているものもある。日本では鉛筆の品質向上を目的に、1951年にジス企画で、 ジス Z6605 という鉛筆の規格が定められた。鉛筆の規格化は諸外国に比べて早い。なお、1998年に鉛筆は伝統があり、技術的に成熟して安定した産業という理由で、以後はジスマークを表示しないという業界内での決定があり、現在の主な鉛筆からはジスマークを表示していない。しかし、 現在も多くの鉛筆は、ジス規格に基づいて製造されている。2008年現在、有効な鉛筆に関するジス規格は、ジス S6006 である。鉛筆で書いた線は消しゴムで消去することができ、鉛筆の末端に小さな消しゴムをつけた商品も存在する。なお、消しゴムが発明されたのは、鉛筆と比べかなり後世になってからであり、それまでは、 パンくずを用いて消していた。現代でも、美術では通称、消しパンと呼ばれるパンを用いて、デッサンの描線などを消すことがある。鉛筆で筆記する際には、通常、削られていない部分で先端に近い部分を親指、人差し指、中指の三つの指で持つ。この時、親指は、人差し指に近い側の指の腹で、人差し指も指の腹で支え、中指は、 人差し指に近い側の指の側面で支える。そして、人差し指に沿わせるようにする。指はあまり曲げないが、人差し指と中指を若干曲げる。鉛筆と記録する紙のなす角度は60度程度とする。この時、小指の先は紙に接触させる。正しい筆記法を習得するために断面が三角形になっている、幼児用鉛筆や、 普通の鉛筆に取り付けて正しい持ち方を習得させるグリップも存在する。鉛筆での筆記の際には筆圧が必要以上に強いと芯が折れることがある。金属製の補助軸の使用例短くなった鉛筆を補助軸に差し込みグリップ部分にあるネジで固定して使用する。鉛筆は使用に伴って芯が摩耗することで 芯の木材から出ている部分が小さくなり、あるいは芯の鋭さが失われる。この結果、秒線が太くなり筆記しにくくなるため、木材と芯を削ることで芯の露出を増やし、その先端を鋭くする作業が必要になる。鉛筆を削ることを繰り返すと、最後には鉛筆が短くなりすぎて、指で指示しにくくなり、筆記が困難となる。 この状態が実用上の寿命である。ただし、測量などの激しい移動を伴う作業では、折れてしまう事故を避けるためにあえて短くなった鉛筆を用いることがある。短くなった鉛筆を使えるようにするために、長さを延長するための金属やプラスチックの器具がある。短くなった鉛筆の削っていない側を差し入れて、引きしやすくする。保存用のキャップを兼ねた。 短いものと延長専用の長いものがある。後者にはペンシルホルダーや補助軸がある。これらにも消しゴム付きのものがある。日本及びアメリカの市販鉛筆は通常は削られておらず、使用する前に削る必要がある。これに対し削られている状態で市販されている鉛筆を先付け鉛筆と呼ぶ。ヨーロッパの市販鉛筆は、 基本的に先付け鉛筆である。削る作業は、一般的に鉛筆削りと呼ばれる、専用の器具、または、ひご守るや、ボンナイフなどの小型のナイフ、ないし、カッターナイフが用いられる。通常、HB2 バイト 3H などの硬さの表示のある方は、削らない。こちらを削ると、使用時に、硬さがわからなくなってしまうからである。鉛筆を削る作業は、 時間がかかる上、専用の器具を使ったり削りくずが出たりするので、板書筆者中、試験中などに随時行うというわけにはいかない。そのため、削った鉛筆を複数本用意し、使用中に真滅芯折れすれば順次持ち替え、時間や手間に余裕のできた時にまとめて削るのが普通である。ナイフでの削り方鉛筆削りが普及する前には、 鉛筆はナイフで削るのが一般的だった。その場合、鉛筆の先端 2cm 程度を先が細くなるように削る。芯の先も削り、尖らせる。画材として使う場合は現在でもナイフの使用は一般的であり、摩耗が早いことや軸を寝かせて広い幅を塗る用法のため、筆記用よりも芯を長く削り出して使われる。製図用として、 通常の円錐型ではなく、マイナスドライバーのようなくさび型に先端を削り出す方法もある。こうすると接地面が増えるため、使用中に先が丸くなりにくく、線幅が安定する。また、一本の鉛筆で線の太さを描き分けることができる利点もある。鉛筆削り、鉛筆専用の鉛筆削りは、携帯用のものと卓上型のものがある。 携帯用鉛筆削り機の多くは、金属かプラスチックの小片に、平らな刃を斜めに固定した簡易なものである。鉛筆を、円錐形の削り穴に押し込みながら回すことにより、鉛筆の軸と芯が刃に沿って線上に薄く、削り取られる。右利きの人が使いやすいように鉛筆を時計回りに回転させるものが多いが、半時計回りに回転させる左利き用もある。 卓上型鉛筆削り機は現在は、電動式も多く見られる。削り機の穴に、鉛筆先端を押し込むだけで、自動的に削られ、かつ、芯が尖ると、自動的に動作を停止する。手動式は鉛筆をつかむ、クリップ部を一い,いに引き出して、ストッパーで固定された状態から、クリップを開いて削り穴に鉛筆を挿入し、反対側のハンドルを回すものである。 バネの力で鉛筆が押し込まれており、芯が尖ると回転が軽くなり、自動的に空回りするので、クリップを開いて、鉛筆を引き出す。クリップ部は、バネで、元の状態に収納される。手動式は、軸に、クリップによる傷がつくことがある。卓上型鉛筆削り機の機構は、鉛筆の軸を固定しその周囲を、芝刈り機のそれを小型にしたような円筒状の、 螺旋回転陣を旋回させるものが、手動、電動問わず、大多数を占め、先の説明もその機構の危機器を想定している。その他、複数の平面陣を配した、手裏剣のごとき、回転陣を用い、はからだの他に鉛筆を軸方向に回転させながら、削るものや、鉛筆を固定し蒸気形態式鉛筆削り機と同じ。 構造の機構部を動力回転させるものなどがある。電動式、手動式いずれも、下部の削りカス収納部に、削りカスが溜まるため、収納部が満杯になる前に削りカスを捨てないと故障の原因になる。また、螺旋回転人式鉛筆削り機では6トル以下程度に短くなった鉛筆は、削れず、携帯用鉛筆削り器やナイフで削るか。 廃棄することになる。それゆえに、補助軸を好んで用いるものは、卓上鉛筆削り器を寄付し、ナイフを愛用する傾向がある。貧乏削り、泥棒削り、両端を削ることを地方によっては貧乏削り、泥棒削りと呼ぶ。前述したように、鉛筆は、複数本用意するのが基本だが、鉛筆の両端を削れば日本分として使える。これを、 貧乏削りと揶揄する。貧乏削りは、有効利用できる長さが短くなり、不経済な使用法でもある。学用品としての鉛筆は、削らない側の端部の一面の塗装を薄く削ぎ、露出させた、生地面に紙名などを書くことがよく行われた。この記名は、盗んだ鉛筆を貧乏削りすれば違和感なく削り落とすことができる。 そこで、そのような窃盗の証拠隠滅が疑われる使い方を、泥棒削りと揶揄した。なお、両端が、青と赤になっている、二色鉛筆の場合には、両端を削って用いられるのが普通であり、このような呼び方は用いられない。削らないで使うもの芯出しを削らずに行う鉛筆も、ある。削られた鉛筆は、尖らせた芯の先が折れやすいことから、 専用の鉛筆キャップをつけて保護するか、ペンケースに収めて保護する。鉛筆キャップには、柔らかいペンケースに収納した際に消しゴムなど他の文房具を汚さないようにするためにも用いられる。卓上でペン立てに立てる場合は、削った芯を上になるように立てることが多いが、これは芯がペン立ての底部にぶつかって折れるのを防ぐためであり、 同時にペン立てに立てた鉛筆のどれが削ってあるかを判別するためでもある。鉛筆立ては芯の先端がそこにぶつかる形状でなく、円錐状の削った形状に合わせた穴で面として受けるか、先端部に穴が開いていて芯はそこに突き出すような形で直接当たらない構造にすれば折れない。製造物責任法の思考により、鉛筆の尖った先端を上にして刺すことで、 その上に倒れ込んで怪我をすることを防ぐ配慮から上向きに刺そうとすると奥まで刺せずに倒れ強制的に上向き刺しが不可能な構造にしたものがある現在の一般的な鉛筆の構造は黒鉛と粘土を混ぜて焼いた鉛筆芯と木材を貼り合わせた鉛筆軸からなり断面は正六角形や円のほか三角形などの製品もある鉛筆芯は 黒鉛と粘土を練り合わせて焼き固めたものである。鉛筆の芯は、電気伝導体である黒鉛を含んでいるため、電気を流すことができる。ただし、現在一般的に流通している鉛筆は、芯の表面をコーティングしてあることが多いため、鉛筆の端と端をそのまま導線で結ぶだけでは、電気が流れないことが多い。また、 色鉛筆の芯は黒鉛を含まないため、電気を流すことはできない。一般に黒鉛が多く粘度の少ない芯は柔らかく濃い。黒鉛が少なく粘度の多い芯は硬く薄い。硬いものは芯が細く、柔らかいものは太い。色の濃さは気温の影響を受け、同じ高度でも下器には濃く、陶器には薄くなる。また、 黒鉛の粒子を細かくすることでかける距離を伸ばすことができ、2009年現在、1本の鉛筆で約5 0トルほどの線を引くことができる。高度表記高度表記を考案したのは18世紀末のニコラジャックコンテである。当初、コンテは芯の硬さに番号をつけ、一番硬いものを1とし、柔らかくなるにつれて番号を増やして表したが、 この方式は普及しなかった。H と B の記号を最初に使ったのは、19世紀初めの、ロンドンの鉛筆製造業者、ブルックマン社である。B より濃いもの、H より薄いものは、当初 BB や、HH と表したり、2バイトや 2H と表した。HB は後に H と B の中間として、使われ始めた。F はさらにその後に、 HB と H の間を表す記号として考案された。1830年代末までには BB からトリプル h までの HB と F を含む7種類の鉛筆を作る業者が出現した。コサの表記は当初は様々な表記があり混乱したが、現在はほぼこの形に落ち着いている。なお、H は、ハード、B は、ブラック、F は、ファーム、ファインを意味している。 アメリカ合衆国での表記アメリカ合衆国では硬さを番号で付けている。ただし、ニコラジャックコンテとは番号の付け方が逆である。対応表は以下の通り。日本での表記1942年から45年頃までの極めて短い期間、ローマ字によるコード表記を適正ごとし漢字表記に置き換えた。この時期の表記と現在の表記の対応表は、 以下の通り。現在では、JISS6006 にて、真の硬さの種類を表す記号を定めており、柔らかい方から順に6バイト、5バイト、4バイト、3バイト、2バイト、B、HB、F、H、2H、3H、4H、5H、6H、7H、8H、9H の17種類が存在する。美術、製図、書者用鉛筆では、 ジス規格を超えるコードを持つ製品もあり、三菱鉛筆が10バイトから 10H までの全22コードの製品を2008年から製造しているほか、ステッドラーが12バイトから 10H までの全24コードの製品を2019年から製造している。ヨーロッパでの表記ヨーロッパでは、硬さを10バイトから 10H に区分する。また実際の硬さも、ジスとは異なる。 用途と、濃淡6バイトの鉛筆とそれを使って描いたもの B は、柔らかいため髪の目が出やすく、芯が減りやすく、黒の発色が強い。消し、ゴム、練り消しなどで消えやすいため、デッサンでは描き始めに3バイトから4バイトを用いることが多い。また、軽い力でも濃い線を引けるため、自動の描き方鉛筆には、B4 バイトがよく用いられる。 H は硬いため髪の目がつぶれやすく、芯が減りにくく、黒の発色は弱い。消えたり滲んだりしにくいため、製図には一般的に 2H 以上の硬い鉛筆が用いられる。デッサンでは主に髪の目を出したくない時などに用いられる。一般ジムでは HB2 バイトが好まれる。小学校では1990年代あたりから、 B や2バイトを入学時に指定することが多くなった。学習用の文房具の棚からも HB が見られることが少なくなっている。これは子供たちの筆圧が弱くなり、字が薄くしか出ないための処置である。また、マークシートを読み取る OCR 装置やオマール装置は赤外線の反射率を識別に用いているため、赤外線をよく吸収する炭素を 他の筆記具よりも多く含むこと、その炭素含有量を高度で指定できることなどから、マークシート記入には、鉛筆が適しており、マークシートへの記入筆記具として、高度と共に鉛筆が指定される。高度は、HB 以上の柔らかさを指定されることが多く、マークシート記入用の鉛筆も市販されている。なお、マークシートが使われている、大学入試センター試験では、H。 F, HB の黒鉛筆の使用が指定されていた。その他、塗膜のコード試験にも実規格として鉛筆が指定されており、塗装コードの評価は、鉛筆の芯の硬さである6バイトから 6H で評価される。測定方法として、鉛筆を塗装面に押し付ける角度や強さ、先端の削り方などが詳細に規定されている。材質鉛筆軸は、 木材でできているものが多いが、最近では、リサイクルの観点から腰を鉛筆軸に使用する製品もある。次のようなものもある。形状軸の長さについては1 7 5トル程度のものが多いが、これよりも長いものもある。軸の断面には、円形、三角形、星形などいろいろあるが、正六角形が最も一般的である。この理由は、 次のようなものである。赤鉛筆を含む色鉛筆の軸の断面は円であることが多い。この理由は次のようなものである。正三角形の鉛筆は主に幼児に鉛筆の持ち方を指導するために使われる。その形からおにぎり鉛筆とも呼ばれる。受験生向けの円滑儀として合格にかけた断面が正五角形の五角鉛筆がある。 口述を参照一般的な形状が六角柱であるのは、しばしば発明の例として、円柱では机の上で転がってしまうから、六角柱が発明されたというような説明がなされることがある。これは誤りであり、実際には製造法が理由である。根本的な製造法は、コンテの時代から、ほとんど変わっていない。まず芯は、黒煙を湯と混ぜ、 不純物を沈殿させる。粘土も同様にして不純物を取り除く。粘土は主原料を固結させるために用いるが、砂が少なく粒子が微細なものが要求される。いずれも絞って水分を除いた後、2つを合わせ水を混ぜてこね合わせる。比率は硬さによって異なるが、硬さが HB である場合は、およそ7、3の割合で黒塩が多い。 この後に長く伸ばして乾かす。現代の断面が丸い芯は、芯を敷きで細い穴から押し出す方式が取られる。次にこの生芯を焼き上げる。焼く時間は粘土の性質によって異なる。焼き上がった芯は油などに入れられる。これは主に滑らかにかけるようにするためである。油加工といい、その芯を油芯という。次に軸であるが、 軸になる木は最初は平板の形をしている。これに芯を入れるための数本の溝が掘られ、接着剤が塗られる。溝に芯を置き、上から同じ形の板を逆さまに向かい合わせに、被せるように置いて圧着させる。日本、アメリカでは木は北米産シュダー材が使われ、インドではヒマラヤ杉が使われる。接着剤は初期にはニカワが使われた。 板状の鉛筆のもとは、細長く切り分けると断面が、正六角形になるように片面ずつ削られ、吸いで一本一本の鉛筆に切り分けられる。次に塗装と印刷が施され、鉛筆としてはほぼ完成する。断面が丸い鉛筆は、六角形のものに比べて無駄になる木材が多いため、あまり製造されていない。鉛筆の軸は、 正六角形などの角張った形状が一般的であるが、色鉛筆に限れば角がなく丸い断面のものが多い。色鉛筆の芯は衝撃に弱く折れやすいことから、衝撃を受けた際のエネルギーを均等に分散させやすい形状として、丸い断面が選ばれている。消しゴム付き鉛筆の場合は、鉛筆の先端に金属の缶がはめられ、次に消しゴムが付けられる。 缶の内面に凹凸があり、これで鉛筆と消しゴムを固定している。古代、文字は鉛を動物の皮などに擦って記述した。後に細長い鉛と鈴の合金を用い、外側に木軸を巻き付けた現在の鉛筆の原型が作られた。これと同じ原理の銀筆などは現在も美術家が使用している。やがて芯の部分が黒鉛に変わり削って、 使うようになったことで、現代の鉛筆の原型が出来上がったと言える。黒鉛を使った鉛筆が最初に記述に現れるのは、1565年に、スイスのドイツ系博物学者、コンラート・ゲスナーの、特に石と岩に含まれる、化石の形とイメージについてである。ゲスナーが使用した鉛筆の本体は丸い筒状の木で、できており、先端に黒鉛の、 小さな塊を詰めるものだった。黒煙がなくなると新しいものを詰めた。本に記載するくらいには珍しかったようだが、記述によれば、ゲスナー自身はしばらく前からこの道具を使っていた。野外で化石を記録する際、インク壺の不要な鉛筆はゲスナーにとって大変に便利だった。16世紀の終わりには、イギリスのボローデールでカンバーランドクロエンコーが発見され、 鉛筆が作られるようになった。ゲスナーのものも、真はカンバーランド三国園である可能性が高い。1610年までには、ロンドンの市場で、鉛筆は普通に売られていた。初期のものは、ゲスナーの使ったもののような、木や金属で作った軸の先に、黒煙の塊を詰めるものだった。黒煙を木で挟んだり、針金で巻いたようなものも存在した。 二枚の細長い木の板の間に、芯となる細長い黒煙の棒を挟んで固定した、現代のように削って使用する鉛筆は、1616 16年までに、発明された。記録に残る、この種の鉛筆の最初の製造業者は、ドイツのニュルンベルクに住むフリードリッヒステッドラーで、1662年に、町当局に、鉛筆製造許可願いを出したが、町はこの仕事は、 差し物師のものだとして却下した。しかし、1675年には、ステッドラーと同業者は、鉛筆製造業者のギルドを作ることを許されるようになっていた。削って使う鉛筆は、当初、芯は四角く軸は八角形だった。ただし、初期は、差し物師が鉛筆を作ったので、製造者によっては、円形や六角形のものを作ったものもいる。 長さは6インチまたは7インチで、幅と厚さは1、3内紙1、2インチだった。現代のものと大差ない。黒鉛はイギリス特産で、この時代、鉛筆はイギリス産のものが多く使われた。また、輸出産業を保護するため、しばしばイギリスは黒鉛を金融にし、完成品の鉛筆のみを輸出する政策をとった。 イギリスの黒鉛鉱は19世紀までに掘り尽くされ、現在では中国、ブラジル、スリランカなどで地下から黒鉛を採掘している。初期の鉛筆は末端部分の削ってしまうと持てなくなり捨てる部分には最初から芯を入れず途中までしか芯は詰められなかった。この工夫は19世紀まで続いた。鉛筆が普及し黒鉛が不足すると黒鉛を節約し、 黒鉛くずも活用する方法が考えられた。最初の着想は1726年までにドイツで実現された。黒鉛くずと洋を混ぜて溶かし、固めるというものだったが、筆記時に引っかかりが生じて滑らかな筆記性に欠け、後にカルノー式鉛筆が登場するとすぐに消えた。20世紀の終わりに日本で伊達政宗の墓所、 水宝殿から鉛筆が発見された。これは、ゲスマーの使ったのとほぼ同じ構造だったが、芯は練って作ってあった。正宗の鉛筆は1636年までには製造されていたと考えられるため、練って作る芯の使用は少なくとも90年は遡ることになった。日本には17世紀に製造された鉛筆として、正宗の鉛筆のほか 徳川家康の鉛筆も残っている。これについては口述する。1770年にイギリスで消しゴムが発明された。1790年にオーストリアの EN、ヨゼフ・ハルトマスがウィーンで EN、後愛、ノル・ハルトマス社を設立した。1793年にイギリスとフランスの間でフランス革命戦争が起きると、 フランスに黒煙と鉛筆が輸入できなくなった。戦争大臣のラザール・カルノーは、技師発明家のニコラ・ジャック・コンテに代替品の開発を命じた。1795年に、コンテは、黒煙と粘土を混ぜて焼いて作るという、現在と同じ仕組みの芯を開発した。コンテの開発した方法では、黒煙を大幅に節約でき、また黒鉛りくずも利用できた。 さらに、粘土の量によって、芯の硬さや各文字の色の濃さも変化させることができるようになり、鉛筆は必要に応じてコード別に生産されるようになった。またコンテは1798年にパリで模様された世界初の国内博覧会で、クロシンの発明により、賞を受賞した。1802年、EN コーアイ・ノルハルトマス社は、 黒鉛と粘土から鉛筆の芯を製造する特許を取得した。1848年に、コーアイノル・ハルトマス社の工場はチェコに移転し、製造原価を低くすることに成功して大衆に鉛筆を普及させることになった。1839年、ドイツのローター・ファーバーは、コンテのクロシンを用いて、現在と同様の六角形の鉛筆を開発すると、もに、 鉛筆の長さや太さ、硬さの基準を設けた。彼はまた初めて会社名を鉛筆に刻印した。この功績からファーバーは男爵の爵位を授かり、王室顧問にも就任した。彼の会社は現在もファーバーカステルとして鉛筆をはじめとした筆記具を製造している。アメリカのハイマン・リップマンは1858年3月30日に 消しゴムを二皮で鉛筆に固定させる消しゴム付き、鉛筆を発明した。リップマンはこの特許を、ジョセフ・レケンドーファーに10万ドルで売り爆大な富を築いた。ジョニー・エバーハード・ファーバーはこの特許の前に、金属片を押し付けて鉛筆に消しゴムを付ける方式を、考案し、別に特許を取った。この二社の間で、特許紛争となったが、連邦最高裁は、 消しゴム付き鉛筆自体に新規性が認められないとし、両方の特許を無効とする判決を下した。鉛筆削りは19世紀の終わりに発明された。ポケットに入れられる小さなものが若干早く市場に出た。机に設置する大きなものは少し遅れて開発された。当初はハンドルを回すことによってヤスリが回転するという仕組みだった。 1870年代までは、鉛筆の芯は四角のままだった。また、19世紀中頃までは、鉛筆の形も八角形のものが主流で、外見は17世紀のイギリスのものからほとんど変化しなかった。ファーバーが基準を定めた後、19世紀末までには、鉛筆の形は、円、六角形、または三角形になり、芯も丸くなった。 八角形で芯が四角いものは、工程上芯が中央からずれる場合があり、その場合鉛筆削りではうまく削れなかったので次第に消えていった。三角形のものは、製造工程の都合上安価にできず、あまり普及しなかった。1889年、パリ万国博覧会では、現代的な六角形で合成の芯を使った安価な鉛筆として、 木部にシバーを用いた、コーアイ・ノル・ハルトマス社製の黄色い鉛筆が評判となり、その後の鉛筆の形状が出来上がった。イギリスの次に鉛筆製産国になったのはドイツだった。20世紀初期まで、主な鉛筆輸出国はドイツだった。しかし、第一次世界大戦が起きると、ドイツ製鉛筆が入手できなくなり、1915年頃からは、 日本製のものが世界で使われた。ただし、日本製のものは両端にしか、芯のないキセル鉛筆などの粗悪品が多く、国際的には評価が低かった。第一次大戦が終わると、日本製品の輸出は極端に低下した。しばらくは、ドイツと日本が主な鉛筆製造国だったが、第二次世界大戦の影響で、1940年代は、 どちらの国も輸出がほぼ止まった。印刷付き鉛筆は1949年に日本のトンボ鉛筆が最初に製造した。これ以前の印字は白押しだった。成功な曲面印刷技術を用いたものは1951年までに日本の伊藤衣装研究所創業者伊藤一樹と本田鉛筆印刷の本田ダによって始められた。これにより 社名などを印字した、贈答用鉛筆が多く作られるようになった。日本では、鉛筆は、17世紀初頭に、徳川家康が最初に使用したと言われる。当時の鉛筆の作りは、現代のものとほぼ同じだった。しかしその頃は定着せず、本格的に輸入が始まるのは19世紀後半、明治時代になってからだった。明治初期の日本では、 鉛筆の需要は少なく、東京や横浜の輸入品専門店で少量が売られるのみだった。日本での鉛筆製造は、1874年に、ウィーンで鉛筆製造技術を学んで戻った2名の政府伝、治さの井口直樹と藤山溜主義によって製造法がもたらされ、同年に小池宇八郎によって始められたとされる。 小池の製造は1890年までは続いたが、その後は記録がない。この他にも若干の製造者がいた。1875年に大阪福島の大家連が製造会社、森秀館の田中森秀が、郷里の鹿児島で黒煙の産地を発見し、当地に文具製作所を設立し、鉛筆製造を始めた。1875年、 石川県沼郡富士社賀岳片や村に、良質の黒煙が見つかり、旧大正寺藩士の飛鳥海清志らが、旧氏族の柿沢利平に、鉛筆の製造法を学ばせ、1877年、加賀市大正寺松島町付近に、歌手松島社を設立し、翌1878年12月に、試作品製造に、成功、1882年には、 外国製に劣らない製品とされ、翌1883年アムステルダム万博に出品し、第一級、第一等賞を得ている。現在まで続く製造業者は講述する、まさき鉛筆製造所が最も古い。このほか安政年間に、仙台の氏族、日渡し言語が少量の鉛筆を生産し売ったという記録もある。日本で最初の鉛筆の量産は、 1887年に東京の新宿で、まさき鉛筆製造所創業者、まさきひとしろくによって開始された。なお、この会社は、三菱財閥とは、昔も今も全く関係がなく、三菱マークは、まさき鉛筆が最初に、商標登録をして使用し、後から、三菱財閥が許可を取り使用した。日本では長く、 文章毛筆で書くしきたりがあり、鉛筆の普及は遅れた。1885年に英語教育に関する書籍が相次ぎ発刊され、同年に大量の鉛筆がアメリカから輸入された。この頃から学校では徐々に鉛筆が使われ始めるようになった。1901年に定新省が正木鉛筆を採用した。郵便局内のみとはいえ、 全国に鉛筆が供給されるようになった。この後、1920年までに小学校で、毛筆から鉛筆への切り替えが順次行われ、一般生活に深く浸透するようになったと考えられている。第一次世界大戦中の1915年頃から、輸出が本格化し、日本の主要輸出品の一つになった。ただ支出が悪く、 対戦終了後に輸出は激減する。1940年代は第二次世界大戦の影響で輸出がほぼ停止した。輸出は対戦後に復活し現在に至る。戦後の鉛筆メーカーは国内各地に中小企業が存在しており、1950年の東北地方だけでも青森県内1社、岩手県内2社、山形県内2社が存在していた。 鉛筆の真は、東京振興業共同組合などが供給を行っていた。近年は、学齢人口の減少、シャープペンシルの利用増、ワープロパソコンの普及などが原因で鉛筆の需要は大きく落ち込んでいる。雑貨統計によれば、日本の輸出量は1950年頃が最大で188万グロス、1997年は45万グロス。 日本製鉛筆の生産工は1966年、頃が最大で962万グロス、1997年は367万グロスである。1998年には、労働省が事務用品の買い控えによる生産量の減少を理由として、鉛筆製造業を雇用調整助成金の指定業種に指定した。徳川家康の鉛筆。 徳川家康の鉛筆は、現存する日本で最も古い鉛筆で、削る種類のものである。鉛筆は、久能三東照宮で、硯箱に入った状態で発見された。硯箱は1664年に作られた、宝物目録、友吉山五道具の里氏に記載があるが、鉛筆の記載はない。硯箱に入っていたことから、家康のものとされる。鉛筆は、 長さ 11.7cm、芯の長さ 6cm、先端は削ってあり、太さ 0.7cm、重量 6g。産地は日本国内ではなく、はっきりしない。国塩はメキシコ産に質が似ている。軸木は中米かフィリピン産とされる。製品そのものはヨーロッパ製である可能性が高いと考えられている。 だて、伊達正宗の鉛筆鉛筆は、正宗の墓地である、随宝殿の発掘調査団長、伊藤信夫により発見された。正宗の鉛筆は、先端に黒鉛の塊を詰めるもので、原理的には、ゲスナーの使用したものに近い。正宗は1636年に死去し、副葬品の中から見つかったため、正宗の愛用品と考えられている。 発掘は1974年に行われ、鉛筆は発掘品の中から1988年に発見された。鉛筆は全長 7.4cm、太さ 0.4cm、芯は先に詰めてあり、芯の長さ 1.3cm、最大直径 0.43cm。キャップがついていた。キャップは木製で長さ3 0トル。 直径0.6センチメートル。鉛筆はさらに木筒に収められた状態で発見された。軸の素材は笹で、日本産かその金塩種。芯は何かで固めてあるが、当時ヨーロッパで使われたと考えられるようや、アンチモンは検出されなかった。黒鉛の産地は不明である。輸入品の鉛筆を愛用した正宗が、配下のものに命じて、 自分の使いやすいものを作らせた可能性がある。マサムネの鉛筆は発掘後に極端に風化し、現在は原型を止めていない。しかし、完全に風化する前に複製品が作られ、仙台市博物館、日本文具資料館、三菱鉛筆に存在している。現在はユニークな形状をしたものなど、様々な工夫を凝らした鉛筆が発明、開発、販売されている。 ありがとうございます。